いくつかの疑問は残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合軍は双方矛を収めた。だが、胸をなで下ろすいとまもなく、次なる騒乱が発生する。宮本武蔵、アキレウスらの独立勢力が、魏織田連合の領地を吸収。守備していた黒田官兵衛と核は、窮地に立たされた。宮本武蔵たちの狙いは何なのか。あるいはこれも、玉物前の暗躍によるものなのか。疑念を抱きつつ、花公園たちは、仲間を救援すべく出陣した。こりゃあ、ひどい状況になってやがる。早く手を貸さねえと、皆がやべえ。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ、角度のたちを救わなくては。あやね、はやぶささん。こんな形で戦うことになるなんて。ああ、嬉しいよ、武蔵。やっと君と全力で戦えるんだね。ああ、浸るの後にしてくれ。とにかく、急いで皆を助けに行くぞ。過去妙才の本気、見せてやるぜ。敵に囲まれてようが引けねえな。突破して味方を助けるぞ。要塞のあざなは伊達じゃねえ。敵の増援かよ。だがお呼びですか。簡単に合流させねえ。地獄の前に切り足りつまめないし、ここで足止めされるわけにはいかない。一気に突破するわ。やっと武蔵と切り合えるよ。皆さんの美しさに負けてはいられません。この長州内も栄誉に咲き誇りますよ。おお。でかねえといいな。ちなみに不安が残るが、頑張るぞ。守備隊形を。上皇、あんたもか。見損なったぜ。はい、いいやつだと思ってたのによ。当たれよ武蔵殿。武者ら、僕の身に覚えがござらん。その力はお見事です。話を聞いてほしいんだ。血が昇ると会話ができなくなる。うるせえ悪党ども、こっちには話なんかねえ。これはもう一回まるで聞く耳は持っていない。その首いただいた。かざるを得ぬか。敵将を切ってあげたよ。ほう、申し分ない働きだ。ふん、友軍は分断され、防御線は破綻。この状況を打破するのは難しかろうな。いやいやいや、冷静に分析している場合じゃないって。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。面目次第もございませぬ。綺麗に眠って。地獄に存ずる。
チェッ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 その首、叩いた。数あるお縁か。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。ほや。てめえらこいつらの仲間か。なら、俺がまとめて相手してやるぜ。そうとはありがない。これでなんとかなりそうだ。やられるわけにはいかねえんだよ。いやーありがたい、皆さんのおかげで助かりましたよ。で、あいつらなんで攻めてきたんだ。何者かにたばかられたのだろう。武蔵ならば騙すのも容易だからな。うん、羊が群れたところで狼には勝てん。この地に無様な屍を晒すがいい。相手がたける獣ならばいい手があるです。こちらの戦力も十分。一つ試してみますか。よし、なら俺と息子に任せてくれ。俺たちの実力やつの進路には弓兵を伏せて、その戦車に合わせて背後をついてください。守備隊形を取れ。さすがのお働き。放棄だ。敵に矢の雨を降らせよ。小賢しい真似をする。弱兵どもが何本矢を放とうと無駄だ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。しかないようだな。なでぎりさ。背後からも兵が現れたか。面白い。この戦場を貴様らの血で染め上げてやる。こちらの勢力が盛り返しているようだな。我らも行くぞ。この戦いの因果を見極める。私もお供します。なら私は正面から奴らを攻めるわ。忍びらが戦場から姿を消したの。正しいね。念のため兵を服しておけ。さすがのお働き。申し分ない働きだ。手加減は無用よ。嬉しいな、君と切り合えるなんて。トマトが戦ぶり拙者、喝を入れられた思いでござる。
潜入完了。地獄の門が撃破したが、これで門が開くはず。気に足りない。さすがの腕前だが、その動きは予測通りでね。これ式の障害、押し通るのみ。アヤネ、あなたは私が止める。ヤブサさん、できるなら戦いたく。忍びたる者、情けは無用。全力で来るがいい。お前の信念しかと感じたぞ。もはや刃を交える意味はない。ここは引こう。まだだ、俺の戦いはまだ終わっちゃいねえ。進め。龍様、申し訳ありません。変異に従い作戦しようぞ。昇格、怪我は大丈夫なのかよ。まだ少々痛むが大事ない。今は天意に従い敵を撃つのみ。分かったけど、あんま無理すんな。俺が全力で戦ってやっからよ。さすがのお働き。我が魂、今こそ披露せん。嬉しいよ武蔵、やっと君を切ってあげられる。一応と切り合えんなら悪党の味方でもしちまうのかよ。ここまでかよ。立派立派。お前こそ真の三国無双だ。いや、もう見事。騒ぎだった。結局原因は何だったのかね。さあな、まあ、考えてもしゃあねえ。誰か事情を知ってるやつに聞くしかないわな。かわいそうな人たちを少しは救えたかな。さて武蔵殿、俺たちを責めた理由を教えてくれるかな。だから何度も言ってるじゃねえか、先に仕掛けてきたのはお前らだ。聴覚を騙し討ちしやがっただろう。俺はそういう卑怯なのが一番許せねえんだ。少子、勝手な思い込みで騒乱を起こすとは、己の愚かさを不意調して回るようなものだ。なんだと？てめえ、しらばっくれる気か。こりゃあれだな、賜物前とダッキの仕業じゃねえか。似たような話、俺は何度も聞いてきたぜ。偽物が何人もいるとしか思えねえ事件をな。偽物がいるだと？
そんな話信じろってのかよ。信じられないのも無理はありません。しかし相手は人ではないのです。何が起きても不思議ではない。この世界であなたもそれを知ったはずです。それはそうだけどよ。まあ急に信じろってのも無理な話だ。今は納得できなくても構わねえぜ。ただな、こっから先は協力してくれ。俺たちもこの状況を何とかしてんだ。分かったよ。俺たちもお前らに力を貸すぜ。よっしゃ、うまくいったな。